はい、皆さんこんにちは。みなです。さかです。ヘルシーブログです。今日はまたキッチンの中なので料理タイムです。ドイツ料理コーナーが前回人気があったので、またドイツ料理作ろうと思います。いろんなコメントとかもいただいて、何が作ってほしいか、なんかいろいろ意見がありました。そう、今日またケーキ作りです。何人かのコメントでサッハートルテが作ってほしいって言われましたので。遊んでるね。サッハートルテ、サッハートルテ、サッハートルテって何ですか？オーストリアの有名なカフェのチョコレートケーキです。オーストリア発祥のチョコレートケーキ。そうです。キッチンが狭いね。キッチンが狭いね。ただ私は作ったことないので、ちょっと失敗する可能性もあります。頑張ります。スタートします。まずはオーブンを温める。オーブン180度で、とりあえず30分かな。スタート。で、これが温まる中でケーキを作ります。材料はこちらです。卵からスタートです。なんかいつも卵からスタートだと思うの。なんか全然うまくいかない。今日卵を黄色いところと白いところを分けて、まずは白いところをこうふわふわでメレンゲ的なやつにします。できてるかどうかはどうやって分かりますか？顔を突っ込む。できました。おお、すごい。これあとまた粉砂糖と卵を混ぜる。ちなみにレシピの半分しか作らない。なんでかというと、前回作りすぎたでしょ。またまたバターさんをめちゃくちゃ入れるってことだね。そういうこと。前のケーキの時は3本とか4本ぐらい入れてたけど、粉砂糖ってあれなのかな、普通の砂糖より甘くなかったりするのかな。いや、同じだと思うよ。ただ何が違うんだろう。細かい。混ぜます。チョコケーキだったら一番重要なことは何？砂糖。チョコレートでしょ。ああ、そういうこと。めっちゃいい匂いする。おい、食べるな。あ、もう多すぎた。うん、もう多すぎた。うまっ。多すぎた。違う、100g。 はっ、見て。デデデデデデデおめでとうございます。ありがとう。俺が1個食べたから当たったってことだね。困りました。チョコレートは溶けなきゃいけないけど、私はレンジを使おうと思ってた。レンジはオーブンなので、レンジは使えない。コンロの上で沸騰させたお湯でボウルとかに入れて溶かす。そういうこと。お湯が沸騰して、なんでそんな近くに取るの、やめて。お湯を待たなきゃいけないので、バニラをここに足します。バニラを足します。レナの得技の目分量です。得意技だよ。なんて言った？得技。What ever って言った。What ever。 What ever って言いました。日本語は難しいね。そうだよ。これにこれを、熱い熱い熱い。溶けるの待つってことね。溶けるのを待つ。うん、ちょっと溶けてきたけど。お、見て、めっちゃ美味しそう。あれ、難しいところは何かわかる？この熱々のやつをここに入れる。どうしようね。頑張って。5秒ぐらい我慢したらいけるよ。無理無理。失敗する可能性が高い。いける？いけない。どうしようね。危なくない？
しますか。1時間待ちましょう。だったら硬くなるし。はい、タカがトライしてくれます。おいおい、チョコの中にタオル入れるな。危ない。いい、危ねえ危ねえ。まずい、まずい。やめ。もう一回やって、もう一回タオ顔を取りたいよ。あ、こっちに水が入ってるから。おー、いけた。めっちゃアホなカップルじゃない。カメラ置けばいいのに。見てこれ、この状況、手がめっちゃ絡まってる。何も見えないと思うけど、ごめんなさい。これめっちゃうまそうじゃん。熱っ、熱っ。お、飛んでるじゃん、気をつけて。飛んでるね。もう30分経った。オーブンが熱くなってきた。はい、私はベーキングパウダーを忘れた。他に忘れてないかを確認します。何が忘れてるか分かる？砂糖。違う、砂糖入れたでしょ。まだ覚えてないの？何が忘れてるか。愛情。何愛情。もちろん全部入ってるよ、私の愛情が。何？メレンゲ。メレンゲにした白い卵の。あ、ここにぶち込むんだ。メレンゲ投入。空気が生地に入るように丁寧に混ぜなきゃいけない。オーブンもう一回オンにしてくれる？180度、もう一回10分とか。180度、800ワットってこと？のオーブンって書いてあるところ。オーブン、どうやってこれ180度にするの？オーブン使えない。何回か押せばいいってこと？あ、そこ最初に言ってくれないと。結局自分でやりましたね。そういうことでしたね。使えないやつ。めっちゃ美味しそうになってきた。全然取れないから、どうするか分かる？捨てる。怖っ。うまっ。オッケー、最後はこれをここに入れる。なんか半分の量しか作ってないけど多くない？これはもうあとオーブンに入れるだけ？うん、はい、オーブンに入れて焼きます。あとは焼き上がるのを待つだけってことだね。違う、焼いてからもうちょっとやらなきゃいけない。はい、25分巻きます。はい、25分経ちましたので、ちょっとチェックしたいと思います。まだできてないと思うけど、とりあえず。うまそう。うお、めっちゃいい匂いする。うほー、うっ、助けて。どういうこと？雪崩が起きてます。これ日本にやってるかわからないけど、この爪楊枝を入れて、でなんか出したらもう何もひっついてないならできてるっていうこと。あ、そうなの？できてるっていうこと。10分これを冷めることを待って続けます。ケーキがちょっと冷めたのでここに乗せたいと思います。でこのケーキにジャムとチョコレートのあのカバーを作らなきゃいけないんですけど、ジャムは本当にケーキをこう半分に切ってその間に入れるはずです。難しくない？全く自信がない。上に乗っければいいじゃん。ジャムをコーティングしてその上にチョコをコーティングしたらいいんじゃない？そっちの方がいいんじゃない？冷めさない？冷めさない。めっちゃ柔らかいから無理だよ。俺こういうの得意だからやってあげる。どうぞ。絶対にケーキ壊れる。これはね、日本職人が得意なやつ。真ん中で切ればいいでしょ。うん、
あ、無理だね、これ絶対ボロボロになる。そう、ダメだ、やめましょう。じゃあここにジャムコーティングして、ここだね。そういうこと。ちなみにここのケーキはアンズ、聞いたことない、アンズ、アプリコット、アンズ、アンズじゃなくてアンズ、氷じゃなくて氷、めっちゃ入ってる。あ、そういうこと、果肉がそのまま入ってるじゃん。それは良くないかもしれない。え、そっちの方が美味しいじゃん。まあ美味しいかもしれないけど、ケーキに乗せにくいでしょ。ジャムを温めるの？温める、柔らかくする。いやー、そんなにでかいピースが入ってることは思ってなかったな。もういいんじゃない？で、ケーキも別に平らじゃないから。これさ、乗っけた瞬間ドローンって全部落ちちゃうよ。それかこの、あれ、隙間に入る。あー、大丈夫、ドローンなだれ。チョコを溶ける。もう一回ポットでやってみる？やらない。やらないの？レンジでやって。いや、レンジでやりましょう。チョコレート 110g。 もう全部じゃない？の。で、バター 40g。 またバター？うん、さっきバターもう1個半入れたよ。そうだね、とりあえずちょっとかけても。で、30秒単位でやって混ぜながら。バターとチョコが混ざりましたね。うん、いいでしょ。このケーキのイメージはめちゃくちゃ平らになってる完璧な、こう綺麗なあの形に、こうチョコを乗せてザーッと、なんか気持ちいいやつだけど、私たちのケーキはボコボコボコすぎて手作り感があっていいんじゃない？全然流れないね。美味しそうじゃない？美味しそうと言ってくれて。ボコボコです。滑らか感が全くない。なんか楽しそうだね。だらー。出来上がり。冷めることを待って後で一緒に食べよう。3時間経ちましたので、だらー、ケーキが終わりました。うまそう、めっちゃうまそう。本当かな、めっちゃうまそう。おいおい、何を食べてるの。うん、あ、うまじゃあ、うま、切ります。あ、切るところめっちゃ気持ちいい。どれぐらい欲しい？これぐらい？うん、うーん、おー、見て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 、うまそう。落とすよ。食べてます、食べてます、食べてます。おいしい、ね、うん、うん、うまっ。これジャムがおいしい。うん、普通に売れると思う。真ん中に割ってチョコレートも挟みつつ、上にももう一回チョコレートがもっとおいしいかも。これでサハトルテが終わりになります、うん、まあまあめっちゃうまい。タカが完食したから美味しかったかな。うん、皆さん作ってみてください。まだ何にもケーキ以外のドイツ料理が作ってないから。確かに今度グラーシュとかいいんじゃないの。そうだね、次はシュネッツルとかグラーシュとか、うん、シュペッツね、いろいろあるから、ちゃんとしたドイツ料理も作りたいと思います。なので作ってほしいことがあればコメント欄で教えてください。サハトルテ美味しそうだなと思ってた人は高評価お願いします。本当に美味しいよこれ。よかった。次の動画でもまた会いましょう。バイバーイ。